第一戦、もう何日目か分かりませんが、今日は万枚狙い頑張りたいと思います。メガカスのヤーマンです。もしかしたらこの動画上がるタイミング、ちょっと編集の都合上前後しているかもしれません。前回の動画パチンコの続きみたいな感じで、あの後半戦が出る予定でいたのかもしれないですが、先にこちらのスロット編が上がっている可能性があります。その辺ちょっとご了承ください。ってことで、今週の新台スロットが2台導入されているんですが、バンドリー、そして久しぶり、どちらかは打ちたいな、接点狙いしたいなと思って本日やってきております。隠れた名機の多いメーカーだと思っております。先日はウルトラマンティガでむちゃくちゃ楽しませてもらいました。今回も楽しませてもらおうと思い選んだ台、仕置き人。これからですね、大阪に移動がありまして、約ね7時間から6時間しか打てないです。その間に純増3枚で万枚出るのか、ちょっと取り切れなかったらどうしよう、そういった不安もありますが、千ゲームの制圧も無理かもしれないけど、なぜるように頑張ってます。今日は楽しんでいきたいと思います。本日も最後まで応援よろしくお願いします。では元気に豚カスタム。導入2台あったんですが、両方とも前日高設定臭い台でですね、まあ据え置きはないとは思いますが、前日ほぼ満杯出た台狙っていきたいと思います。入金さあ始まりました。メガカスの新台実践スロット編。今週の新台のスロットは2台しかなくてですね、どっちを打とうか迷ったんですけれども、今回仕置きに選びました。この台なんですけれども、やっぱり強楽さんといったらね、名機を作る台、みんなからは受け入れられないけどむちゃくちゃ面白い台を作る、そんなイメージがあるんです。一撃かませる台を作る、そんな感じのイメージがあるんですが、この台はまず通常時チャンスゾーンを目指すゲーム性、そしてボーナスを目指して、ボーナスから AT を射止めて、そして AT を射止めたらその AT を伸ばす、まあ、ただそれだけのゲーム性でございます。細かいゲーム性、この球が溜まったら、まあ、時計が溜まったら、まあ、そういうゾーンに行くよとか、ジャックチェリーで広角に上げて、スイカで広角に上げて、チャンス名もしくは仕置き人揃いっていうのが逆押しであるんですが、それを揃えることによってチャンスゾーンを射止めるというような流れになっていると思います。僕もね、初打ちになりますんで、一緒に楽しんでいっていただけたら嬉しいなと思っております。本日も応援よろしくお願いいたします。ちなみになんですけれども、この台一撃千ゲームのせとかあるらしくて、かなりぶっ飛んでいる台になってるみたいなんで、すげえへこんでも一撃必殺みたいなのがあるようなんですよね。そういったね、爆裂系の台にもなってますんで、ちょっと楽しみ。ただその一撃系と言ってますけど、コンセプトだと逆にこんな感じで揉むのかなと。なんで別の台見てるデータ見てたんですけど、一撃バーン出て、あともうミミズクラフみたいな感じなんで、もしかしたらコンセプトは安定するのかもしれません。なので逆にこれがへこむようだったらやめるっていうね、選択肢もあるかもしれませんね。さあリプレイ揃い、これ12回でたまる時計なんですが、これ 50% で超広角暁にいくらしいです。ドラゴン回復抑えませんか。どうでしたよ。なるほど。で10ゲーム分の兆候がもらえると、これで決めたい。ここでカットイン出すことが大事。リプレイ船でなんでしょうか。おい、取ったよ。なるほど、ストロッチマエストロワーク。なるほど、これでまた溜まったってことはリプレイ船なのかな。リプレイですね。よし、いやー惜しい。こっちの方が熱いんじゃねえの。ダメ、3回連続。フスマの色とかありそうですね。いやー3連止まらず、ダメだね、なかなか揃わないか。さあ一発目縮小降格する。ブルブルブル。さあ初のプッシュボタン。銭だけだ。これでチャンス目。さあチャンス目から発展しそうな雰囲気。1人目モントが来たってこともいいんじゃないの。これ
もなし。やばい感じするな。ということで317ゲーム。一瞬で2枚目。ありませんか。ここでリプレイ2回引いちゃった。さあ行こう。ここでリプレイ欲しいの。お、さっきこれこんな月あったっけ。さあ3つは止まらなかったけど、これいいやつじゃね。これちょっと外れた感じですけど、これちゃんと揃ってます。まだ狙う。さらに昇格準備中なんだ。やらせてくれんだね。よし、勝負だ白鬼人。さあ多分こいつ一番強い敵です。白鬼人バーサス武蔵坊レッツゴー。レッツゴー。俺は相手だな。多分共闘ゾーンだったから共闘なんじゃないでしょうか。オッケー、無理じゃねえか。おい、おハテナバンだ。リプレイ、リプレイ引いたけどダメだろ。え、また暁に戻るの。僕は最大のチャンスを逃してしまった気がします。ございませんか。ご周期目20ゲームいただきました。そして409ゲームで設定変更したら、絶対ではないらしいけど仮天井が圧として設定値で 40% ここで天井になってボーナス出てくるらしいです。さあ409、天井です。おはてん。白ダラの方が多分偉い。選べるのね。最終告知タイプと一発告知タイプがあると。とりあえずじゃあ一発一撃告知タイプでこっちでいきましょう。さあまずこのボーナスはですね、もうチャンスゾーンみたいなもんでゲーム数を増やしながら消化すると。出るから5ゲーム。さあレア役は引けずに約60枚ゲットして18ゲーム。3連仕置きを止めれば AT と OK。 いいよこれ。残念、これ揃わないのか。揃わない、引いたよ。ここ中段にリプレイ以外だったら強者で当たりだろ。なるほど、これ確定じゃねえのか。でもここで使うしかねえ。豚カスタム、はい、豚カスタム中止めた後での狙え。ありがとう。むちゃくちゃ激しい。これが豚カスタムの力です。さあ残り追加報酬。かっこいい。さあ初回50ゲーム、ただ特殊なパターンでいくと100ゲームスタートっていうのもあるらしい。モードを上げて
のボードによって仕置き揃いの確率が変わってくるみたいな。ボード上げる、で特化図を入れる、それでもはめ続けて終わらなくさせる、そういった仕組みとなっております。まあ何も、これ一番下のランクなんですけど、ここでもカットインきますね。ソロ話題か。でソロ話題で今これ桜たまりました。桜がたまるとこれでも降格抽選してます。さあまさかの何も聞けず、そして桜もたまらず終了。ただこの後引き戻しがあるらしい。さあこの間に引き戻せればというような感じでしょう。毎回32ゲームもらえるならいいね。何もなくても揃う。さあやっぱさっき共闘だったから緑からスタートだったみたい。さあ何もあげれず、これ真ん中の敵です。死神。ジャックチェリー、ブルシャクチェブルってる、ブルシャクチェブルってる。おお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 お、すごいバイブレーション。なるほど、ボーダスなんだ。ってことは AT をもう一回ここで入れなきゃいけないということは、白7だったら 100% らしい。赤だよね。ちなみに AT 機械の 40% らしいです。次温度さんお願いします。もう一丁。さあ引いた着地 OK。さあ13ゲームお願いします。連撃だもんね。100連撃達成で連撃。さあここでも引ける弱点。見えない壁を感じる。さらに引いたよ。これはいいんじゃねえの。そう弱点ブタカスタム、むずくね。これ結構エティむずいかも。いや継続してくれるんだ。まだただなんかさっき赤かったのが赤くないっすね。これ暗い夜だからさ。チャンスアップ。 OK。 チャンス。おおおお、もう半分なくなったんだけど、急に減らなくなった。ラストゲームこっから勝負よ。マジかよ。くっそー。ラストない。あラストないね。まだあんの。
いよね。おいおい、後ろは任せな。このパターンは初。ここ何でもいい、リプレイ。押せない、ボタンが押せない。ベル聞いてました。ギリギリセーフ。そしてですね、102ゲームまで引っ張られてメダル減ってます。さあ最後は15ゲーム。お願いします。やっぱりこういうのじゃ無理なのか。頼む、ラストチャンス。ダメ、厳しい。ここで減るんだけどね、ここで減るんだけど、また一生なんかもうね、打ってなきゃいけない闇の気が分かんないダイス。ただね、めちゃくちゃ楽しいです。54ゲームで降格終了しました。残ったみたいな153枚、移動できる台ないんでこのままゾッとします。これ2画です。さあ一番強い手芸問答無用。え、リプレイで問答無用来たんですけど、もう当たりじゃね。わけわかめです。お、目押しミス、多分赤。結構シビアかも。出るから、さあ赤、赤いよ。 OK、 10はでかい。また赤いよ。チェリーでかくね。これボーナスゲームが41ゲームあるの一緒だからね。さらに引く、スイカ、さらにあぶっ壊れモード入ってます。これさ、これも大予約です。黒髪89。これで外れたら吐きそうですよ。頼むぜ、さすがにあるよ。 OK、 最後ね、最後で引っ張るんですね。さあ本日2度目。さあ HG ようやく引けた、ジャクシェリー。さあステージアップ高確率、ステージのアップしたんじゃない、高確率でステージがアップするの、そういうこと。おーおお、リールが揺れるよ。
上がらず、いやーようやく残り5ゲーム絶対引いた。ジャックありがてえ、中継の初乗せです。さらにスイカ、ブルリスイカ、おそらく関係ない、いらねんかい。残り3ゲーム、さあ残り3ゲームでようやくモードアップ、ここで揃えなきゃ終わり。ちょっとこんな終わり方ある？俺今こういう顔してますよ。ここの50敗引き戻せず、まだあんの？さあただ夜に行くんだね、すごいやめづらい感じだね。さあまさかの終了のタイミングに来ました。さあ着地、ここで6回目、さあさあ追加で間違って上がってない、さあベルで行くぜ、来い、ないんだ、さすがに中ゲームじゃ厳しい。お、チャンスアップあったね、いった、さあまさかの引き戻し中にスイカからチャンスだよね。さあこの頼みにチャンス、これ成功すればなんと AT 直行でございます。全然いかなかった、スイカ多分20回ぐらい引いてながら 5% とかそんなもんなんでしょうか。さあレア役強役だったら確定、弱系のレア役で 30% から 40% 出るで 10% とかだと思います。ここは手書きでも決めたい、リップじゃダメ、ダメ、よし、引いた、よし、苦労して入れたかやった。それはね、ちょ何も起きない、友達起きます。着地、よし、ありがてえ、オッケー。さあ残り13ゲーム、さっきよりは一歩前進。さあここで桜が溜まった、残り3ゲームなんだが、カットインくれよ、よし、ここでチェリー着地、オッケーめ、これはうまし、はい、よし、来た。さあ連撃ゾーン突入、視力ゾーンで連撃ゾーン突入で7ゲームしかないです。カットインさえくれ、カットインさえ出ればただ入れたんだよ、なんでリプレイが来てるのに狙いが来ないの、ラスト本当言ってる、本当言ってるんですか、延命とかないんですか。さあ AT から50パスする。ここでレア役引いたんじゃね、引いてるだろ、まさかのレア役、完璧なタイミングでした。さあ着地は引いた、やれることはやった、頼む、ダメか、
これスイカじゃない？スイカだね。ダメだ、スイカ引いてもダメ。弱者とスイカ引いてもダメだな。音が止まってもっと下げてきました。これ3連あんじゃない？ない。どうぞ。よし、なぜ頼む、なんでよ、どうしようっすのこれ。3枚目です。どこまで行くの。4枚目、前日と全然違うグラフ。あ、違う、ここで OK。 きちきた、押せない、狙いつけて押せない。ようやく、ようやくです。もうね、ここまで遠い、そろそろやらしてほしい。特化ゾーン、さらにさらに、はい、さあ着地に引けた、上乗せなし、 OK。 待ってた、早め早めだぞ。おい、頼む、揃ってくれ、揃えば特化ゾーン。いい加減に揃え、なんでだ。引いた引いた引いた、乗せないなあ、強楽さんよ。お、何もない、どうしろっつんだよ。そう、もう開始から約3時間半経ってます。今日は豚だけで行こうと思ってた。こいつの力も借りる。タイガーアイ、そしてブチルクロス、こいつらで戦います。ハンス目から初めて月が大きいやつ半月ぐらいいきました。熱くね、これ熱いぜ多分。スタッチ同士、え、いや、まだ続いてる。え、そうだよね、あるよね、これゲーム数の煽りみたいな、レア役から当たるか当たらないかと。これゲーム数じゃなくて、これはチャンス目からですね。この台いかないですね。さあ青、あ、緑、さあ赤までいった。てかもうこのここの前兆に行く時点多分相当熱いと思う。さあいった、さあチャンス目からです。ありがとう。ここ多分設定差ないですね。さあ261、これつけた瞬間流れ変わってる。力を貸してくれ。来た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 、これで叩いたら来たぞ。おい、来い、ありがとう。始まるのよ、頼むよ、いい加減、4時間待った、4時間待ってる、カモン、なんでだ、もう
あと一歩なのに、あと一歩なのに。4時間回してもこれしか見てないよ。本日2回目のキョーチェリーです。この世で信じられるのはてめえとゼニだけだ。5枚目です。いや引いた、サンシャンパオーマーだろこれ。追加です。いやチャンス目だ、ここでまさかのチャンス目、ありがとう。ありがたし。そして4万6000円です。441ゲーム。お、真ん中ステージでスタート。こんなの初めて。こういうところに設定されありそうですよね。まああとレア役弱チェリー。てか今ので行ったのか。チャンス目引いたから知らんけど。引いた。いいか。もう正念場。残り28ゲーム。絶対決める。タイガーアイ頼む。スイカか、スイカじゃないんだけど、チェリーの方がいいのよ。乗せてくれ。よしよしよし、これは何かある。ぶっちゃっそう。スイカから乗せ。タイガーアイ頼む。本日最大の乗せです。さあ溜まった。これで上がればチャンスが広がる。上がんない。さあ頼む。残り22ゲームくっついた。頼む。200分の1ぐらい。なんでよもう。これスイカ乗せないのね。残り2ゲーム。お、このカットインでこの出目チャンス目だ。でかい、ありがてえ。この AT だけ何か違う、何かできそうな気がする。匿名係長田野仁志。100人でいいのね。ラストはカップに次。よっ、初めて。何が起きる。あ、これ後乗せの球だと思う。さあ、なんかあの鬼武者です。来い、来ない。いや、引いてる。乗せないの。これ、お、選択できるの。これじゃないのかな。いやー、これモンドで行きたいけど、これ一撃なんだよ多分ね。合計のせいきましょう。さあ真剣1個。さあ頼む。来い。よし、おっちゃん。よし、でかい。100、何この絶妙な数字。やっぱりね、こうなるとやっぱりゲーム数は乗せの行楽の台はやっぱおもろいのよ。やろう、ここでやろう、仕留めよう。伸ばすの。よし、早速追加。モンドさん、モンドさん出てよ。モンドさん、モンドさんから追加。ありがてえ。30以上じゃないこれ。でかい。こんだけ追加引いて1回も発展したいんだから。よし、いやー、乗せてほしい。頼む。残り50あっていいよ。なってないのよ。何か引いてる。よし、このターンでこの AT で初めてのチェリー強チェ。よし、ステージアップ高確率いったー。さあこっから約30分の1から40分の1ぐらい、カットイン引ければ特化ゾーンです。ようやくいった。ここまでしないといけない。さあ本日2回目、さあ33ゲーム。
さあここよ、30ゲーム死にきれなたか、ぶてかすため来た、来ない、よしよし来た、これ行っただろう、もう行ってくれ、頼む、はい、なんて行かないの、よし、ちょっと早かった煽りが、カットにつき、ついに来たか、来たやっと来た、このキャラクターによって笑わせとくかどうか変わります、多分モンドが一番いい、あ、なるほどね、さあどこでナビが出るかです、10ゲーム、よし、欲しいよ、そうするとこれが次真ん中が倍になると、真ん中だけ、ずっと真ん中だけ、ないとダメ、少ないよ、よし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 、ちょうだい、真ん中ちょうだい、いやーそこじゃない、最後真ん中ちょうだい、いいよお前、あんなに必死に頑張ってこれかい、お1ゲームでもう一回、ここのソロ確率300分の1ぐらいだよ、初のカットイン、ここでソロ1の回、行ってくれよ、じゃあこんだけやって800枚、楽しいんだけどな、ちなみにこの回強チェリー1回と弱チェリー0回でした、全部スイカでした、いけるんでしょうかこの台で、ゾクゾクするぜ、はい、うおお、なぜ、駆け抜けよ、押せない、これ完全にウルトラマンティーバー、いたな、久々のチェリー、くっさ、むずすぎ、皆さんなんで僕はいつもこうなるんでしょうか、全のまで、絶対に下げ、次出すと言います、ゾクゾクしてます、投資しすぎて、ありがとう、さあ新幹線ギリギリ、これが本当のギリギリです、ラストいきます、頼むな、白でもいい、白でもいいけど、75チャンス目でございます、これはいける、ラストチャンス、ブタカスタム、まだ終わってない、マジであのチャンス目超重いからね、うお、あ、これ
これチャンス目じゃね。金金黄色どっち、これオーバーキルってことでしょうか。さあこれ無用入ってます。これ絶対これ金だって。最後の最後にやったかも。ここでボタンは初めて。お前か。さあ種なしスイカだったけど、おそらくチャンスの分これが黄色なのか金なのか分かんないけど、俺は金だと信じてる。最後やっぱボンドさん見たいからね。いるぜ。無用300、せめて100、3桁お願いしますの。バタカスタム来い。いくか。いや本当に嘘でしょ。20ゲーム。次戦終了。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。必殺仕置き皆様いかがでしたでしょうか。もうちょっと上乗せするところとか面白いところを皆様にお見せしたかったんですけれども、この後ね大阪に移動ということで、あの新幹線の時間がありまして、この時間になりました。約で7時間打たせていただきまして、思ったのがですね、むちゃくちゃ面白い、これは負けたけどむちゃくちゃ面白いという感想が一番最初に来ました。あんまり強楽の台今まで打たなかったんですけど、打ち込むと意外と面白くて、ゲーム数上乗せのこの多分ねほとんど駆け抜けなんだけど、どっかで何か刺せば多分これ終わらないモード入るんだろうなと。1000ゲーム上乗せもなんか結構ね、結構シビアで900ゲーム超えたところのチャンスゾーンって書いてあるんですよね。それがちゃんと必ず行くかもわからないですけれども、何か裏があるというか、一撃があるよという、夢があるよというのは、なんかどことなくあの5号機を、5号機の ART 機とか AT 機とか打ってた時代に近いんじゃないかなと思いました。もうどこかでワンチャンス、打てる機会があったら打ちたいなと。チンコ台になる未来も近いかもしれないですけれども、でその前にもう一回打ちたいなというのが感想でございました。一回しかね、バーゾロにね、AT 中できませんでしたけど、次はね、もっといろんな種類があるんで、それを見せたい。そして最終的に1000ゲームそして万枚出したいなと思っております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。寝台明日もしかしたらまたパチンコ動画が出るかもしれません。そしてね、あの大阪から帰ってきたらもしかしたら来週まだ、まあ、寝台と言えるかわかんない、純寝台になってるかもしれませんけれども、寝台まだ続く予定でいるかもしれません。明日が最後かもしれません。わかりませんけれども、最後まで私の生き様をご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価、寝台好きな方、ぜひよろしくお願いいたします。コメントも待ってます。全部見てます。回転スケジュール出しておきます。これから大阪行きますんで、ぜひ大阪の皆様会いましょう。それではまた、バイバイ。楽しかった。これはね、素直に負けたけど、楽しかった。俺が悪い。